はい、今日は6月の18日です。外から見るとこんな感じです。で、ここに玄関の外に照明をつけるための配線を通してます。とあとここですね、横側のここね、穴開いてたんですよ。ラスカットを貼って埋めて、ここにも1本配線を通してですね、防犯用の照明をつける予定です。反対側も配線を通してます。はい、玄関の中はですね、まずちょっとねたくさんこの電線がぶら下がってるんですが、ここは分電盤がつくところで、電線いっぱいここに集めてます。それでさっきの玄関の外のライトはですね、照明はここから外へずっと配線してます。あとこっちもね、壁とかとのこう取り合いがあるんですよね。どこを通すのかによって壁の作り方がこう変わってくるので、ちょっといろいろ考えながらやってみました。あとこの玄関枠の上には断熱材を入れてます。
はい、今日は6月の26日日曜日です。今日はですね、この玄関土間の最終仕上げとして洗い出しをやっていきます。洗い出し初めてなんですが、この洗い出しをするにあたっていろんな動画を見てですね、勉強しました。初めてやるのでうまくできるか不安はいっぱいありますが、ちょっと挑戦してみます。昨日のうちにですね、一回ここの床面はですね、接着剤を塗ってあります。高さの基準は、ここのサッシのですね、このレールのところのこの高さ。で、玄関土間はですね、この高さに合わせてやります。簡単にですね、ここの基準の高さを出すために、この板のですね、ここに目地棒のようなものを入れてます。で、ここに段差があってですね、この段差の上までの高さで、モルタルの仕上げ材を鳴らすと、ここに1個ね、角材つけてあるんで、引っ掛けてこう置くとですね、ちょうどこの横のテープの基準の高さと、ここの目地棒の上の高さがこう合うように作ってます。仕上げの高さ出しと、ここの汚れ防止と、両方一石二鳥のものです。
ですね。で、説明書を見るとですね、ここに先に金具をつけて、でこの金具をですね、この穴にこう合わせてですね、ビス止めするんですよ。でネジがこう同封されてたネジがこのネジなんですけど、これね、一個問題があって、ここの穴がですね、下にモルタルを詰めたせいで浅くて入らなかったんですよ。もうちょっとで舐めるとこでした。やばかったですね。で、自分で持ってたこの違う M4 の、同じサイズのですね、このネジで、ちょっとね、中をこの尖ったもので少しモルタルを取って、でエアーで拭いて、一回ですね、いらないネジでこうタップをね、タップがちょっと入らなかったんで、中にモルタルが入ってたせいでタップが届かないんで、でこのネジで一回ネジ切りしました。でなんとか入るようになったんで、これで止めれると思います。もしこの長い方でこう下に当たってね、入らなかったら、この短い方を使うようにします。これね、だからモルタルを詰める前にネジ、これ刺しといた方がいいですよね。ネジを刺した状態でこのレールの裏にモルタルを詰めるっていう風にしないと、これ埋まっちゃうんですよね。これ最初はこの穴なんだろうなっていう風に思ってたんですけど、ちゃんと説明書を先に見ておかなきゃいけなかったですね。やっぱり長い方入らなかったですね。で、短い方でしっかり止めました。これ今つけたのが袖っていうものなんですけど、袖でここに穴開いてるんですよ、枠、外枠側に。でここにこのタッピングビス、切り込みながら止めるビスです。袖側には穴が開いてないので、この状態で切り込みながらここで止めるようですね。でね、私はこのタッピングビスが嫌いなんですよ、苦手なので、これ下穴開けなくても普通はこれをねじ込んじゃうんですけど、下穴を開けてからやります。今袖をつけたんですけど、ここに金具がついてるんですよ。でこれマグネットで、これマグネットなんですよね、レールの中に。で、今度2枚目の真ん中の障子をつけた時に、そこの上側についているこのマグネットとこれが連動するんだそうです。でこれがですね、真ん中の障子になるもので、ここにあるんですよ、連動部品が。でこれですね、こう左右に動くんですよね。ちょっと今動かしづらいんですが、これがこう動かねえな、これがね動くんですよ、こうね。
やっと玄関ができました。でこれでこの家のですね、全ての開口部が埋まりました。全ての穴が塞がりました。